はい、今回はインターナショナルクラウン初日の結果について語っていきたいと思います。日本チーム初日は苦戦する展開となりました。まずは笹生優花選手と古江彩佳選手のペアについて、対戦相手はタイのパティ・タワタナキット選手とアタヤ・ティティクル選手。笹生優花選手と古江彩佳選手のペアはワンダウンで敗戦という結果になりました。6番ホールでは笹生優花選手が2打目をチャンスにつけて3メートルほどのパットを強めに打ち、カップの奥に当ててバーディー、ワンアップで先制します。8番ホールではアタヤ・ティティクル選手にバーディーを取られ、オールスクエアに戻されます。11番ホールでは古江彩佳選手がロングパットを決めてバーディー、12番ホールではパティ・タバタナキット選手にバーディーを取られ、オールスクエアとなります。最終18番ホールはパティ・タバタナキット選手にバーディーを取られ、ワンダウンで敗戦となりました。プレーを振り返っては、古江彩佳選手は最初に自分たちが取って、でもイーブンに戻されて、なかなかリズムに乗っていけないのが続いてしまった。笹生優花選手はセカンドがあまり良くなかったので、そこをアジャストできればとコメントしており、2日目に向けては気持ちを切り替えて1ポイントと1ポイントで日本チームで2ポイント取れるようにしっかり集中して頑張りたいと意気込みを語っていました。そして畑岡奈紗選手と渋野日向子選手のペアについて、対戦相手はタイのモリア・ジタヌガーン選手とアリア・ジタヌガーン選手。畑岡奈紗選手と渋野日向子選手のペアは2ダウンで敗戦という結果になりました。2番ホールではモリア・ジタヌガーン選手にバーディーを取られ、ワンダウンに。5番ホールパー5では渋野日向子選手が2打目をグリーン手前まで持っていき、3打目を2メートルほどに寄せ、パットをしっかり決めてバーディー、オールスクエアに戻します。7番ホールではモリア・ジタヌガーン選手にバーディーを取られ、再びワンダウンに。8番ホールでは渋野日向子選手が2打目をピンそばにつけ、ダブルブレイクのパットを見事に読み切ってバーディー、オールスクエアに戻します。9番ホールではアリア・ジタヌガーン選手にバーディーを取られ、再びワンダウン。11番ホールではアリア・ジタヌガーン選手にバーディーを取られ、2ダウンに。13番ホールパー3では渋野日向子選手がティーショットをピンそばにつけ、3メートルほどのバーディーパットを決め、ワンダウンに戻します。18番ホールパー5では渋野日向子選手の3打目があと少しでイーグルというショットで応戦をしたのですが、モリア・ジタヌガーン選手が2オンに成功し、イーグルチャンスにつけられてしまい、2ダウンでの敗戦となりました。プレーを振り返っては、畑岡奈紗選手は最後引き分けに持ち込みたかったが、それができなかったのが悔しいとコメントしており、2日目に向けてはしっかり攻めのゴルフでいつも通りのみんなの力が発揮できれば勝てると思うので頑張りたい。渋野日向子選手はしっかりみんなで勝ちを取れるように頑張りたいと意気込みを語っていました。日本は初日タイに2敗となってしまい、ポイントの獲得ができませんでしたね。笹生優花選手と古江彩佳選手のペアはワンナップなど先行しつつで戦っていたのですが、後半はオールスクエアにも連れ込み、最後の最後18番ホールで取られてしまいましたね。畑岡奈紗選手と渋野日向子選手のペアは相手に先制されつつも健闘をしていたのですが、なかなかバーディーを取れず、オールスクエアに戻すことができず負けてしまいました。チームの組み合わせはみんなで話し合って決めたということで、攻めの渋野日向子選手と笹生優花選手、安定の畑岡奈紗選手と古江彩佳選手ということで、攻守のバランスを考慮しているようですね。前日には全員で会食をしていたり、笹生優花選手はドライバーが乱れた時のためにラフからのショットを練習していたりと、チームに貢献するために何ができるかという視点で各選手準備をしていたようですが、初日は悔しい結果となってしまいました。2日目も同じ組み合わせで行くようなので、初日よりも息の合ったプレーで巻き返していってほしいですね。また今回各国各選手の好きな数字を背番号に入れていたりしています。ゴルフで背番号というのは珍しいので新鮮ですね。まず畑岡奈紗選手は1、誕生日が1月だったり1番になりたいという思い、そして今大会の入場曲も1番という曲ということで1を選択したようです。そして渋野日向子選手は8、ラッキーナンバーと末広がりという意味があり、渋野日向子選手の誕生日である11月15日の各数字を全部足すと8になるということで8を選択したようです。そして古江彩佳選手は27、古江彩佳選手の誕生日が5月27日ということと、
ハーフで全部バーディを取ると27になり、さらに古江彩佳選手のボールの番号も27ということで、27を選択したようです。そして笹生優花選手は3、特に意味はないということで、渋野日向子選手からは9かーいとか、畑岡奈紗選手からはこの流れでとツッコミが入ったということで、仲の良さが伺えますね。ちなみに全8チームの各選手で1番人気は8ということで、4人の選手が8番の背番号にしているようです。はい、今回はインターナショナルクラウン初日の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。